最終利益は3年連続の増益、かつ3年連続で過去最高益の更新となりました。七十七銀行はきょう昨年度の決算を発表しました。一般企業の売上にあたる経常収益が前の年度を 25.1% 上回る1355億9000万円となりました。儲けにあたる純利益は前の年度を 18.3% 上回る288億3400万円で、3期連続で過去最高益を更新しました。これについて七十七銀行では、取引先の運転資金の貸し出しが増えたことなどが主な要因としています。今年度の業績予想については、経常利益470億円、純利益320億円を見込んでいます。ところで預金金利については先月引き上げたばかりで、現時点でさらなる引き上げの予定はないとしています。